あ、そうなんですか。でもええねん、そんな。優勢。やっぱ有名思いますね。名字が鈴木やのに鈴木ですもんね。いやいやいや。うちのおかんの名前をいじるな。大変お待たせいたしました。本日は眼科系ロッキーを利用しまして、でもなかなか地元の方来えへんでしょ、普通は。眼科系山頂まで4分20秒でございます。ボンちゃんが、こういうとかじゃなくて、ほんと毎年来てんねや。そうですか。そうだくん、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 それロープウェイ好きやからし、眼科系の車に連れて南北町時代のスーパーの魅力の人は動くところね、動くやん、ちょっとスリルもある。そうそうそう、そういうやつ。おー、迫力すごいな。ほら好きになるわ。毎年ちゃんと来てんねや、そんな。偉いな、偉い、偉い。応用の時も来てんねや。2500万年以上の火山でございました。文化の火山の岩石が迫力あるわ。自然のまま。出っ張りがすごい。あとお母さんあれやね。おお、景色すごいよ。景色もええやん。わあ、ほんま。あ、そうだ。そうだ、こっちすごいな。すごいよ。景色興味ない。え？ロープウェイだな。ロープウェイ、ロープになる。ロープ。三重県の妙高山だよ。日本三大渓谷の一つとされています。そうですよね。あとあれやね、大阪城のあのね、岩のね、ああいうのは小豆島から持ってきてるの、あの石。そうなの、ね、そうやね、昔の溝で、あの堀のとこ、そう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 、そうね。山頂には、駅前の直営の食堂、こっから切り出しちゃうけど、どうぞお気に入りにしてください。いやいや、昔はそのなお、直営との接客により山頂の処分になりましたが、そうだ、来たぞ、一番の見どころ、ロープウェイの、うわまた、降りの際、少々揺れますので、お足元、いやいや、そうだ、見とか